僕はもう少し遊んでいくよ。わかった。じゃあね、また明日。ブルナ、いるんだろ。ミキ、お願い、怒らないで。わざとじゃないんだ。別に怒ってないから、取りに来ていいよ。ほんと？いや、僕が取ってあげる。なんだよ、これからはボールも君たちもここには来ないでよね。わかったよ。二度と来なきゃいいんだろ。なんだよ、嘘つき。怒ってないって言ったくせに。一体どういうことなんだろう。もうミッキーのうちにボールが降ってくればいいのに。ダメだ。ボールが、どこだ。あった。聞こえてくるぞ。何があったの、ブルナ。どうしてそこに入ってるんだよ。ミッキー、お願い、助けて。ちょっと待っててね、レスキューチームを呼ぶから。こちらレスキューチームです。チーム、大変だよ。どうしたの、ミッキー。緊急事態、緊急事態。コンクリートコンサート機械の中にブルナが落ちたの。みんな急いで、今すぐ出動よ。了解。を探して、ロイは準備をしてくれ。ああ、機械が止まったらコンクリートを抜き取ろう。ヘリはブルナを見ててあげて。了解。さあ急ごう。あんなに怒ってた理由はボール遊びが苦手だからなの？僕、ボール遊びが下手だからずっと君たちと遊べなくてすごく寂しかったんだ。そうだったのか。僕は君が僕たちと遊ぶのが嫌なんだと思ってたよ。ごめんね、ブルナ。僕が勝手に怒ってこんな目に遭わせちゃって。いいんだよ、君の気持ちが分かったんだもん。本当によかった。ボール遊びが下手でもいいから
今度は一緒に遊ぼう。そうだよ。スクールビー落書きされてるよ。え、いたずらしたのは誰だ。あれ、フォークがなんでここに。え、なにこれ。どう思う、ハンバー。絵が上手だし、やっぱりポークじゃないかしら。それにポスティがお絵描きセットを持ってるポークを見たって。それならポークに間違いなさそうだ。ポークのせいで君たちを困らせてしまったな。わかった、わしが怒らずにうまく話してみるよ。それじゃあ。まったくポークときたら。ポーク、ビルダーさん、お前さんの絵のせいで町のみんながすごく困ってるんだぞ。それを貸しなさい。しばらくの間絵を描いちゃダメだ。やっぱりきつく言い過ぎてしまったかもしれんな。お絵かきセットは返してもう一度話してみよう。ん？家出をしてしまったのか。ああ、しまった。ポーク、ポーク。何があったんですか。昼間絵のことでポークをきつく叱ってしまったんだ。そしたらこの絵を残していなくなったんだ。あんな風に怒るんじゃなかったよ。こんな夜中にもしものことがあったらどうしたら。心配しないで、きっと大丈夫です。ポリン、ここを見て、絵の具が落ちてるわ。あ、こっちにもある。この絵の具の跡を追えばポークの居場所がわかるかもしれないよ。うん、ポークを探し出せそうです。心配しないで待っててください。ああ、わかった。あった、行こう。ポーク、ポーク、ポーク、ポーク。絵の具の跡がもう見当たらない。何か聞こえるよ。こっちだ。ポーク、急ごう。無事でよかった、ポーク。急にいなくなったからみんなすごく心配したんだよ。そうさ、さあお家に帰ろう。帰ったら絵が描けなくなると思ってるのね。ポーク、ビルダーさんは君が絵を描くのが嫌なんじゃない。町のみんなに迷惑がかかるのが心配なんだ。それに今は道具を取り上げたことを後悔しているの。本当だよ。だから
絵が描けなくなるかもって心配はしなくていいってことさ。そうさ、うん、そうよ。クリニーやあクリニー、みんなこんにちは。クリニー、これからボール遊びするんだ、一緒にどう？今日はダメなんだよ。クリニー、しゃっくりしてるんだね。僕もこの間、しゃっくりのせいで大変だったよ。ずっと続くと辛いよね。いつからしゃっくりしてるの？昨日から。昨日から？スプーキー、君はどうやって止めたの？どうだったかな。やあみんな、やあポリ、やあヘリ、二人ともどうやったらしゃっくりが止まるか知ってる？しゃっくり？実はね。あれ、クリニーしゃっくりしてる。昨日から今までずっと続いてるんだって。それは辛いだろうね。ポリ、どうしたらいいのかな。そうだな、しゃっくりは時間が経てば自然に止まるはずだけど。クリニーかわいそうに。しゃっくりどうして止まらないのかな。あ、思いついた、クリニーのしゃっくりを止める方法。教えて。こっちに来て。この前の大雨でゴミが流れてきたみたいだね。いいよヘリ。ありがとう。本当にありがとう。どういたしまして。ごめんクリニー、こんなことになると思わなくて。いいんだよ、僕のためにしてくれたんだから。あら、クリニー、しゃっくり止まったみたいね。うわ、本当だ。
クリが止まった。よかったねクリリー。スプーキーの作戦は大成功だね。ありがとうスプーキー。どういたしましてミニーどうしたんだ。ねえこれ何、うん、一体どうしたって言うんだい。どうしてこんなものが。私が欲しかったのはこんなのじゃない。おかしいな、どうしてこんなことになったんだ。よいしょ、これはスプーキーのと入れ替わったんだ。スプーキーのと、ああ、同じ箱が2つあったから間違えたようだ。箱が同じだったせいで本当に申し訳ないな。うわ、そうだよ、きっと入れ替わっちゃったんだ。何かあったの。あのね、帰ってくる途中でダンダダンダンダダン。スプーキー、そんなにスピードを出したら危ないぞ。ごめんなさいビルダーさん。まったく。つまりわしの箱がスプーキーの箱と入れ替わってて、スプーキーのはミニーのと入れ替わっていたと。はい、それでそのミニーの箱がここにあるかと思ってきたんです。困ったな、箱は全部郵便局で送ってしまったんだよ。え、郵便局。ボスティ、ボーリー、どうしたの。実は急ぎのようなんだけど、ビルダーさんが今朝君に送るよう頼んだ荷物はまだここにある。ビルダーさんの荷物、あれは1時間前に港へ届けたけど。え、無事に終わった。まだなんだ。ちょっとややこしくて。どうしたの。スプーキーがビルダーさんとぶつかりそうになった時にまた箱が入れ替わってたんだ。また。その入れ替わった箱をパシーが積んで海へ出ちゃったらしいんだ。なんですって、なんてややこしいの。だから海でパシーを探してミニーのご褒美を見つけなきゃ。みんな港へ来て、僕に考えがある。了解。先に行ってパシーを見つけて、僕らもすぐに行くから。了解。準備はいい？よくわからないけど、お役に立てたら嬉しいわ。あっちだ。みんなこっちだよ。パシーが船の中を探させてくれるって。パシー、ポスティから預かった荷物が入ってるコンテナはどれ。多分その赤いコンテナだと思うわ。ありがとう。ポリー、先に黄色のコンテナをどけないと。うん、アンバーと僕は右側を、ロイは左を持って、ヘリーが箱を探せるように黄色のコンテナをどかすんだ。うん、うん、準備はいいかい。うん、じゃあ行くぞ。1、2、3。気をつけて。ロイ、もう少し右よ。よし、ね、いいわ。ヘリー、お願い。さて、どこかな。隠れてないで出ておいで。お、あったぞ。よし、これがビルダーさんの箱。任務完了。よかった。この箱を追いかけて海の向こうまで行くとこだったね。うん、みんなお疲れ様。ありがとうパシー、助かったよ。どういたしまして。
髪に僕がつけてあげる。あほら、とっても可愛くて素敵。みんなどうもありがとう。あ、本当にみんなありがとう。よいしょ。スポーキー、これを投げたのは君？うわ、やっちゃった。ゴミ落としちゃったよ。しょうがないね。え、クリに怒らないの？怒ってないよ、うん、ちょっといいかな。さっと。これでも怒らないのか。これどういうこと？クリにおかえり、スポーキー。どう、これで怒る？すっごく怒る。嫌なことをされたって感じたら相手にちゃんと伝えなきゃダメよ。スプーキーやめて。僕すごく怒ってるんだ。こういうことを僕にしないでほしいの。ああ、嘘だ。そんなんじゃ怒ってるって言えないよ。何するんだよ。その顔が面白い。ひどいじゃないか、スプーキー。僕も我慢できないぞ。怒ったかな？そう、僕は本気で怒ったぞ。いい加減いたずらをやめてよ。うわぁ、助けて。待て、スプーキー。逃げられると思ってるの？止まれ。クリーンって怒ると怖いな。スプーキー、どこにいるの？どうしよう。よし、隠れよう。スプーキー、もう許さないぞ。助けて。スプーキー、どこにいるの、スプーキー。助けて。スプーキー、中にいるの？クリニー、ね、助けて。大変だ、僕どうしたらいい？はい、こちらレスキューチームです。本当に一人で行ける？大丈夫、大したことないさ。行ってくる。誰か助けて。スプーキー、急がなきゃ。もう大丈夫だよ。コーリー、ヘリー準備できたよ。了解。ロイ、武器を引っ張って。よし。助かった。よかった。スプーキーのタイヤはセンターでちゃんと修理しなきゃダメね。ところでクリニー、どうしてずっと怒らなかったの？
我慢するのが一番いい方法だと思ってたの。だけど間違ってたみたい。確かに怒ってばかりなのは良くないけど、嫌だと思ったら素直に伝えることも必要だね。うん、分かったよ。これはどうやら害虫みたいね。害虫？うん、木の栄養を吸い取っちゃうの。病気になったのはこの虫のせいね。でもこの虫はどこから来たんだろう。僕が調べた結果を見ればきっとわかるはずだよ。うん、この虫が見つかった場所がここでしょ。で、こっちに行くにつれて病気の木が増えるということは、フクロウの森から来たんじゃない？それじゃあ、森中の木が病気になってるかも。ジン、急いで森の中を調べないと。うん、森の方はアンバーに調べてもらいましょう。みんなは町の中の木を調べて。了解。この映像を見て。わかったわ。あ、これは害虫ね。このせいでたくさんの木が死にかけてるの。どうやらフクロウの森から発生したみたい。森の中を調べてもらえないかしら。了解。はあ、あっちは大丈夫、こっちも問題なし。あ、病気の木だわ。アンバー、森の木はどんな感じ？うん、ちょうど病気の木を見つけたところよ。場所を送るわね。もう少しこの辺りを調べてみるわ。アンバー、どうしたの？返事して。アンバー、ジン、みんな大変。どうしたの？アンバーと話してたら急に通信が切れたの。きっと何かあったんだわ。大丈夫、僕らがすぐ助けに行くよ。うん。やっぱり向こうの方をもう一度調べてみよう。わかった。二人とも、アンバーは崖の下にいるよ。本当？無事なの？無事だよ。でもあの姿を見たらきっと二人ともびっくりするね。降りてみよう。うん。ほらね、びっくりしたでしょ。アンバー！あ、みんな一体どうしたの？森を調べてたら崖から落ちたんだけど、発信機が壊れて連絡できなかったの。それに緊急事態が起きてるのよ。緊急事態って？見て、あの害虫が発生したのはここ。あ、すごい。病気の木がこんなに。だから一人で枝を切っていたんだね。うん、被害を食い止めるためには病気になった部分を切らないと。アンバー、怪我はしてない？大丈夫よ、あんまり時間がないわ。森を救うには私たちで害虫の被害を食い止めなきゃ。みんな手伝って。もちろん。僕らはどうしたらいいか教えて。うん、じゃあヘリーは薬をまいて、ポリーとロイは枯れた木を切ってくれる？うん。you
作業が終わったよ。戻ったら報告するからね。これでもう大丈夫だね。うん、よし、一件落着。早くセンターへ戻ろう。ジンが心配してるよ。そうだろうね。ミッキー、この辺りでメダルを見なかった？メダルですか？見てないけど。どうしましょう。すごく大事なメダルなのに。もしないなら誰かが取ったのかも。そんなことできるのって、まさか。わあ、素敵だな。リフティ、本当にメダルを知らない？僕は知りませんよ。もしかして疑ってるんですか？あの箱を事務所へ運んだのはあなただし。僕は取ってません。僕は何も言わずに人のものを持って行ったりしませんよ。絶対そんなことしません。僕じゃありません。リフティ、ベロおばさんひどいな。僕がおばさんの大事なメダルを取るわけないのに。まさかあの箱を事務所へ運んだ時に落としたとか。ああ、きっとそうだ。どうしよう。どこかな。どうしよう。どこにも見当たらない。メダルかな。みんな待って。今の誰の声？僕リフティだよ。土管の中にいるんだ。どうしよう。とにかく下ろさなきゃ。下ろすんだってば。わかってるんだけどできない。壊れちゃったんだ。ジンに修理してくれるよう頼んでおくよ。うん、ありがとう。こんなことになったのは私がリフティを疑ったせいなの。そうだったのか。もしかしたら地面の下に埋まってるのかも。それどういうこと？これは僕の想像だけど、ミッキーがコンクリートを流してた時にリフティがここにメダルを落としたんなら、コンクリートの中にあるのかもしれない。ミッキーは気づかずにコンクリートを流したってこと？うん。じゃあ本当に地面の
の下にあるか調べなきゃ。しっかりね、頑張ってね。メダルを発見、メダルを発見。やった見つけたわ。ほら見て。わー、本当だわリフティ、見つかったわよ。わー、本当によかった。僕に連絡がつかなくて今頃大騒ぎかな。うん、心配しすぎさ。助けて、助けて。ボッティだ、ボッティ。誰か、ボッティ。ヘリー、どうしたの。郵便物を届けて戻ろうとしたら橋がなくなってたんだよ。今ここを渡るのは危ないから、近くの山小屋に避難して風が収まったらまた来てみよう。ボッティ、どうしたの。これ以上動けない。ダメだよ、中に入らなきゃ。ここにいたらこの風で飛ばされちゃう。でも体が言うことを聞かない。エネルギーか。ボッティ、しっかりして。大変だ、緊急用の充電器を探さなきゃ。待っててね、すぐ戻るよ。ヘリー、ヘリー、お願い答えて。ジン、まだ連絡がつかないの。見ての通り、まだ信号が見つからないのよ。やっぱり心配だからヘリーを探しに行ってくるよ。一人じゃ危ないぞ、僕も行く。二人とも気持ちはよくわかるけど、ヘリーは無線を切ってるのよ。これじゃ探しようがないわ。私はもう少し待った方がいいと。ヘリーだ。森にいるぞ。ヘリー、そんなところで何をしてるの。大変だよジン。一体どうしたの。実は山小屋のそばでボッティのエネルギーが切れちゃったんだ。充電器のある避難所を探してるんだけど、風が強くて見つけられそうにない。うわー、ヘリー、信号が消えた。ヘリーとボスティが危ないわ。みんな今すぐ出動よ。了解。大丈夫かい。うん、壊れて飛べないけどね。心配ないさ、僕と一緒に行こう。だけど二人で上がれるのかな。もちろん、信じてね。うん、急ごう、水が増えてきそうだ。捕まって。わかった、行くよ。大丈夫かな。あっ、大丈夫？平気だよ。さあ上がろう。もう少しだよ。うわあ！ボリー！ヘリー、無事かい？うん、僕は大丈夫。ボリーは？大丈夫だよ。
もう少しだから頑張ろう。えい。ポリほら、あとちょっとだ。大丈夫か、ロイ。ああ、助かったよ。オッケースクルビー、目覚ましが壊れたって。なんともないわよ。だけどセットしたはずなのに今朝アラームが鳴らなかったんだ。疲れててアラームが聞こえなかったんじゃない？そんなはずないのに。ところでスクール B、 一体何があったの？なんで？かすり傷だらけだし、タイヤもパンクしてる。タイヤが？ちょっと終わった。すごく怖くて夢じゃないみたいなんだ。みんなお休みの日に邪魔をしちゃってごめんね。大丈夫だよ。ところで毎日怖い夢を見てるなんて、何かすごく悩んでることがあるんじゃない？遅刻したら困るってそれだけが心配なんだけど、夢のせいか最近は遅刻してばっかりで。心配しすぎて怖い夢を見るのかもしれないよ。うん、そうよ。今夜は遅刻の心配なんてしないでぐっすり眠ってね。うんうん。うわ、スクールビー、この僕が真相を突き止めるぞ。何にも起きないじゃないか。あ、出てきた。これってスクールビーが見た怖い夢の内容と同じだ。夢の中で僕はいつも苦労の谷の橋を渡って、痛い茨の道を通り過ぎて、いつの間にか沼に向かって走ってるんだ。待てよ、じゃあ次は沼？スクールビー、ダメだよスクールビー、止まれってば。こうなったら、そんな、まさかスクールビーが寝てる？ヘリーだわ。ジン、大変だ、スクールビーが眠ったまま沼に落ちたんだ。かなり危険だ、どんどん深く沈んでいってるんだ。聞いたわね、みんな今すぐ出動よ。了解。同時に引っ張れるように合図して。分かった。ヘリー、準備はいい？1、2。うわー、沼だ。危ない。落ち着いてスクールビー。スクールビー、しっかりして、これは夢じゃない。え、あの夢じゃないの？スクールビー、私たちはあなたを助けようとしてるのよ。無遊病？そのせいでいつの間にか傷がついてたのか。それじゃあスクールビーが夜遊び回ってるって噂も無遊病が原因だったんだね。大丈夫よスクールビー、無遊病はちゃんと治せるから。あ、本当に？もちろんよ。スクールビー、目覚まし時計は壊れてないってさっき確認したわね。だから何にも心配しないでぐっすり眠って。それじゃあこう考えてみて、僕の目覚まし時計は壊れてないし、僕はアラームを聞いてちゃんと早く起きられる。だから僕は明日遅刻しない。そうよ、そうやっていい方に考えれば心配だって消えるわ。そうすればぐっすり眠れるはずさ。さあやってみて。うん、
僕の目覚まし時計は壊れてないし、僕は朝アラームがちゃんと聞こえるから遅刻しない。だから僕は気持ちよくぐっすり眠れる。僕の目覚まし時計壊れてないから。スクールビー寝ちゃった。きっといい夢を見てるはずさ。だからさ、誕生日に何が欲しいのか僕らに教えてくれればいいだけなんだよ。僕は洗車用のタオル。それじゃダメだよ。だって去年も一昨年も君のプレゼントはタオルだったじゃないか。毎年同じプレゼントなんてダメだよ。そうだよ。もしも他のものにしないんだったら僕たちパーティーにも行かないからね。いくら考えてもわかんないよ。かっこいいタイヤだな。プレゼントしてもらおうかな。新しいビュンビュンタイヤだよ。スプーキーも欲しがってたな。じっとこれを見てた。スプーキーがこれを。よし、ウィルさん、このタイヤをもらえますか。もちろんさ。光るポンポンボールだ。もし僕がこれをもらったら、このボールは僕よりもブルナーの方がいいよね。ブルナー喜ぶだろうな。それにポスティが欲しがってた可愛い絵はがきももらえちゃったし、僕って本当運がいいや。そうだ、欲しいもの。どうしよう、いくら探してもみんなの欲しいものしか僕には見つけられないよ。待って、ダメだよ。ポスティへのプレゼントなんだから。あってよ。えい、捕まえた。これだけ時間があればクリニーも欲しいもの決めたよね。どうかな、行けばわかるさ。助けて。クリニー。準備を頼む。ヘリーはクリニーに安全ベルトをつけて。アンバーは僕と下へ降りて安全マットが置ける場所を探しに行こう。了解。ポリー、ここに安全マット置くのは難しいわ。こっちも無理だよ。とりあえず僕は万が一に備えてここで救助を見守る。アンバーは上でロイを手伝って。了解。うまくいきますように。心配ないからね、すぐに助けるよ。クリニー、ロイ、急いで。もう少しだ。よし、クリニー、クリニー。はっ、プレゼントなの？僕の欲しいものを探そうとしたんだけど、
どうしてもみんなの欲しいものばかり気になっちゃってごめんね。結局自分が欲しいものは思い浮かばなかったんだ。そうだったのか、クリニー。僕らこそごめん。ごめんね、うん、君が喜んでくれるものをプレゼントしたかったんだ。うん、ごめんよ。お互いのことを思いやったからこそ起きた出来事だったんだね。そうだね。